Be a bright ball. 磨けば光る玉になる。今いる場所で輝こう。私が医療機器メーカーで働いていた時、とある病院で業者として一人で入っていたんです。そこにノエルというフィリピン人のヘルパーが働いておりまして、私一人業者というのも手伝って、このノエルがですね、Hey Gaku, Good morning, Hey Gaku, Good evening, すごくね仲良くしてくれたんですよね。ただただノエルはナースとヘルパーの間でですね、Hey Gaku, ナースみたいな仕事がしてみたい。Hey Gaku,日本のヘルパーよりも俺は半分も給料もらってないって、居酒屋に連れてってあげればそんな愚痴をこぼす日々。どうしたらいいんだ、兵学、兵学と、私はノエルに言いました。トリプル B、Be a bright ball。今いる場所で輝こうよ、ノエルと。そんなノエルもフィリピンに帰国することになり、私は常々言われていた、兵学という言葉をタガログ語で調べました。するとですね、出てきました。大バカ野郎。ヘイガクーは大バカ野郎という意味だったんですね。ノエル、トリプル B、輝こう。